こんばんは、平井博明です。初心者ゴルファーの方に向けて動画を撮っていきたいと思います。撮る内容はですね、全部やります。前回一連の動作をやりたいと思います。長そう。そう、でもすぐ終わりにしちゃう。あ、そう、うん、YouTube なんでだいたい9番やんとか7番やんが多いと思うんで、両方いると思うんですよ。なんで間取って8番にしますの方がいいかなと思って。そうだね、末広がり。そうです、そうです、そうです。8番か1です。あー平井博明のワンナップゴルフ。まずどっから気にしてるかにもよると思うんですよ。グリップなのかアドレスなのか、いろいろあると思うんですけど、まず僕がやってるのはボールの右端が体の真ん中ぐらい、そこにまあ後ろにヘッドを置いて、グリップエンドはおへそのグリップエンド分1個左です。真ん中がここ、グリップエンド分1個左ってことはここね、ここに向けてアドレスを取ります。でグリップエンドとバックルのこの間はこうやって拳2個きっちりぐらい、ゆるゆるじゃないです、カツカツぐらいで取ります。でここからもう動いちゃっていいですかね、いきなり、うん、ここで右肘だけ動かしますね、右腕だけ。こうやって動かすんですよ、右肘だけ動かすね、うん、うんとね、右肘もここにここの輪っかをこうやって下からこうやって通すから、はいはいはい、だから右肩の高さは絶対変わらないよね。うん、両手つけてあげるよ。イメージとしてちょっとこう引きながらこうやってあげる感じなの、こうやって、うん、だから肘と肘が近くなることがないのね、バックスイングって。怖い、うん、そうでこういくんだけど、この時にこの多いのがまっすぐ上げたいからってどん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 こうやって上げる。でもなんかまっすぐ上げようとするとそうなっちゃいそうな気する。そうだね、うん、ここが視点でまっすぐ上げてって言ったらなんないんだよね、こうやって。ああ、本当だ。そう、視点を動かすからなるの、こうやって。ああ、そうだね。そう、こうやってどん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 、はいはい、こっちにこうやって動いちゃう、うんうん、とどん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 こうやってなるから、はいはいはい、あくまでもグリップエンドがずっとおへそを向きながらこうやってあげる、うん、そう、やっぱ輪っかくぐらせるのがイメージいいかもね。そう、こうやってね、うん、こう手もクラブもこうやって両方輪っかをくぐらせる、こうやって、うんうん、そう、そうやってあげるとこういう綺麗なスイングになる、うんうん、そう、それがねバックスイングですごく大事で、で角度っていうのはなるべくクラブと腕が90度、左腕ね、左腕とクラブが90度の位置になったらもうそれ以上角度はこうやって急にしない、90度のままこうやって移動する、こうやって、それがトップですごく大事、綺麗に見えやすいし。でそっから下ろすときって変な話、下ろす話って俺あんまりしたくないんだよね。下ろすのって結局クラブヘッドがボールにこうやって戻る方法だから、うんうん、絶対十人十色だよね。おー、そう、だからどういう向きで戻らなきゃいけないかが知ってればいいのよ、うんうん、もちろんまっすぐじゃない、うん、でだからまっすぐな向きに戻してって言っただけでもうやってほしいわけ。それはいいんだ。それはいい、もう自分で。そう、まっすぐな向きに戻るんだったら多分何通りしかないと思う。まあそうだね、うん、こうやってやってこうやって来る人もいないと思うし、うんうんうん、だからこっからこの向きにこういう動作、うん、だからトップからインパクトで止めればいいのよ、こうやってまっすぐになるかどうか、うん、こうやって見ながらでもいい、こうやって、うんうん、そしたらまっすぐになってたら、あ、この戻し方なんだって、それをどん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 こうやって大きくしていくの、こうやって、うん、まずはこの練習をしたの、うん、で切り取っていいわけ。テイクバックはテイクバック、ダウンスイングはダウンスイング、フォローはフォローで切り取っていい。それを後でどれだけこう合体できるかだから、うん、だから
どの部分ではこういうふうに動かなきゃいけないっていうのが分かってればいい。だから分かるまでそれをやらなきゃいけないから、初心者の時はね、うん、ヘッドからこうやってフィニッシュに、うん、あトップに入って、うん、フィニッシュもヘッドから入るっていう意識、うん、これはまあ YouTube でも言ってるんで、うん、でそういう意識がこうあった方で、フォロースルーなんだけど、フォロースルーはさっきのバックスイングと逆ね、こうやってなってる、うん、要はこうやってなったものが今度逆転するわけじゃん。今度左が畳むじゃん。はいはいはい。畳む時って左手首と左肘がこう、うん、内側にこうやって折れてくる、うんうんうん、回転してくる、こうやって、うん、そうで、この時に肘から肩が一直線になる、うん、で肩のラインと左腕のこの肘までもまっすぐ、そうするとこういうフィニッシュになる。この角度にしていい？この角度。そうだ、最後わってちょっとこうやって開くんだよね。テルミ来たね。うん、そうだね。この感じ。うん、そう。そうすると綺麗に見える。これがこうやって閉じたまんまだとちょっとこう格好があんまり、うん、そう良くないから。最後こう、わってこう、開いてあげる、そうそうそう。その位置。え、それ開くと右肩も回るのかな？右肩回りやすいね。ね。こう、後ろにこうやって。そうだよね。そう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 。そうすると、こっちがこうやって、動きやすくなる。それがこう、上の状態の回転っていうのがあるんで。うん、じゃあ UFO いいんだね、やっぱり。UFO いいよ、UFO いい。UFO いいし、うん、仮面武道会もいいし。そうだ、すごいいいの、その辺。UFO はこれ初めて見せてあれだから、やってあげたら。こうやってなるでしょ、うん、で、こうやってなるでしょ、うん、で、こう、で、で、あ、忘れて、こういう、こういうこと。そっか、こう上げて、そう、で、こっちもこうなってる。そうなるイメージでいいのね。で、あの、みーちゃん、けいちゃん、今度こっちもやってるからさ、こうやって。だから、すごくいいの、あれは。あれじゃあ、ゴルフやってる人が振り付けしたのはね。絶対そうですよ。本当かな。ちょっとトルク演技、うん、ほんとざっとだけど、うん、一通り言ったじゃない、うん、下半身一回も言ってないんだ。ほらすごい大事なんでしょ、やっぱりスポーツにおいて下半身は。勘弁してくれる。いや大事よ、大事大事だよ。上を動かすために止めとかなきゃいけない。あ、動いちゃいけないからすごい土台が大事だ。動かさなくていいから言ってないの。うん、上に釣られた分だけで十分ですから。はい。そうです。もうそれだけでいいです。いいですか。下は。なので上の動きっていうのはすごく重要で、ただ初心者こう総集編みたいな感じになりましたけど、うん、ふとね、自分が初心者の時何やってたかなっていうと、うん、どうやって動いていいか分かんない。形だけでも分かったらいいかなって思って、うんうんうん、まあちょっとこれやろうと思って。あれでも最近なんかゴルフ始めてワンナップしか見てませんみたいな人何人か話聞いたけど、すごい人たちいっぱいんだよね、うんうん、ああ多いね。ワンナップゴルフしか見てなくて始めて3年で80代出た人いる、うんうん、80代全然いいと思う。全然早いと思うけどね。あれあと中国から来た方だっけ。あ、そう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 、方、うん、もうワンナップしか見てなくて、そう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 、ショットやばいんでしょ。ショットやばい。全然普通にシルエットだけだったら別にそんなプロとはあんまり変わらない。普通に飛ぶし。何年ぐらいその人がやってたって。5、6年やってワンラップ歴3年って感じだよね。あ、それでそんな保つの。ほぼ初期から。へえ。うちのチャンネル T 字と P 字だから。ああいうセット。それやってんだ。あとはレッスン始めてから結構でも何人かいるよね。いる、うん、他見てませんみたいな人、うん、うまいんでしょ、そういう人たちって。いや、その、そういう人たちうまい。なんか入、変なの入ってないんだよね。そう。だからすぐ直せるから。真っ白な画用紙渡されたようなもんだから。何でも書けますよ、みたいな。で今のだけやってれば。いや、まあ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 、間違いないよね。今のって、クラブヘッドを動かす作業しか入れてないのに。うん、うん。そう。だから、ミッド打ちとか、オンラインサロンの方であると思うんですけど、うん、まあ、それも詳しく見ていただいて、そういう内容もちゃんと配信はしてますんで。うん、はい、あ、でも、こう、とにかくこうヘッドを動かして上の回転で下が釣られてくるっていうことはもう一連の動作としてやってもらいたいこと、うん、でそれにはこう下を止めといてこういう肘の使い方、こういう使い方をして、で
右側では体の右側では左腕が伸びて、うん、体の左側では右腕が伸びるっていう共通点もある、うん、まあ左右対称になってるっていうそういう動きがゴルフではすごく大事、うん、とにかくゴルフって正面で何かをしないから全部こう横向きでやるじゃん、あのターゲットに対しても横を向いて打つし、うん、そういうのがだからすごく難しいんだけどね、うん、だから余計に左右対称にして、まあ、綺麗な動きを心がけるってことがすごく大事、うん、それだけやり続ければいいじゃあ、全然いい全然いい、それで打ち続ければ、うん、だずっとこことこう90度、うん、こことこう90度の素振りこうやってやって、うん、ずーっとやってこれ100回素振りしていきなりそれをこうやってやったら全然普通に当たるからね、うん、でそれが何で当たるかって言ったら、うん、何で当たるかって言ってそんだけ自信満々に言えるかって言ったら、うん、9歳の女の子がパパのレッスンの連れで来たわけ、うん、でその女の子、うん、こうって全然普通に当たるからね、うめんだからなんで右向いて左向くだけだからそうで1から8の多分3ぐらいまで、うん、3か4ぐらいまで当たるからね普通に、うん、こうやってやってこうやってやってこうやってすごいねっつってえなんでって感じなの俺何も言う前に、うん、打ってごらんって言ったらそれできてたからえたぶんパパが言ったんじゃない1から8をすごいね、うん、もう大丈夫じゃん全然大丈夫それを大きくしてくるそう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 だよね、ほんとそうだから基本って大事だなと思ってスタートすごいねあすごいなと思ってだってさ、そんな9歳の女の子がさ、ああだこうだ考えないじゃない、ね、動画も見ないし。そうだね。そう。で、言われるがままやってんの。それはうめえなと思って。大事だなと思って。英才教育って。そうだね。そうだね。ワンナップ生まれ、ワンナップ育ちだったらやばいんだね。やばい。プロになったらサインください。いや、でも本当すごいなと思ってね。そういう基本の動きっていうのがまた改めて分かっていただきたいなと思って今回の動画を撮ってみました。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。